今朝はですね、ちょっと実家の方にどうしても戻らなければいけなかったので、朝の駅立ちをお休みいたしまして、事務所からご挨拶をさせていただきます。本当に毎日暑い日が続いております。十分お気をつけください。私どもがですね、今市役所で何をしているかということをこの朝の3分間スピーチでお知らせしておりますが、先日は国民健康保険の保険料が変わるということについて当局から説明を受けました。これはもう全国一律、国の方で決まった制度なのでどうしようもないことなんですが、国民健康保険の今まで保険料を算定する、その算定方法が変わったんですね。ちょっと難しいことをのけまして、分かりやすくお話ししますと、例えば、ご家族やお子さんなどを養っておられる扶養家族の控除であるとかといういろんな控除するもの、計算する母体となる分母から控除するものを引いて、で少し小さくなったもの、ここに両率をかけることによって保険料を算定すると、こういうやり方がされてたんですが、この今まで、所得があってこれだけのものに対して、これだけの控除のものを引いてからしてたもの、これも引かずに大きいまんまのところに一律にその新しい両率がかかってくるということになりますので、今までさまざまな控除項目を持っておられた方にとっては保険料が上がるということになります。ただし保険料が上がる方々ばかりではなくって、この今まで特に単身でですね、独身の方などはですね、もともと控除されるものなど何もなかったので、両率が11% という形で下がりましたので、保険料が下がる方もいらっしゃいます。で、この問題では、神戸市としては激変緩和措置としまして、神戸市として独自のですね、控除をするということを決めておりまして、2年間ということですけれども、神戸市として独自に、かつてのですね、様々な控除を神戸市内にお住まいの神戸市民についてはつけて、でそこから保険料を算出するという形です。いずれにしても2年間しかこの激変緩和措置はありませんから、2年後にはこの控除がなくなってしまうということなんですね。また高齢者の皆さんの自己負担割合も1割から2割になるということで、実はこれ怒ってる人がいっぱいいるんです。だから、なんでこんな風になるのかということでみんな怒ってらっしゃるんですけども、それはですね、やっぱり医療費がものすごく伸びてるからなんですね。そこでね、ちょっとね、これね、着眼点を変えていかないかと思うんですけども、今神戸市ではがんのですね、検診を受けてくださいという形で無料のがんの検診を受ける制度を作っております。しかしこのがん検診の受診率が本当に低いんですね。早期に皆さんががんを発見する時代になれば、後々がんにもし罹患したとしても、かかったとしても、早期に治療すれば治療費も安くなる、強いては保険料のこの増大を抑えることができるということですから、私たちも日々の暮らしの中で保険料がこれ以上上がらなくなるような努力を していかなければいけないなと思います。この問題はですね、これからもさらに詳しくお話をしていこうと思います。今週も、ありがとうございました。また来週から、駅立ちさせていただきます。月曜日は深谷の駅に立たせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。